ジョン・ウィルクス・ブースがリンカーン暗殺に使ったフィラデルフィア・デリンジャー。デリンジャーはリンカーン暗殺にも用いられたヘンリー・デリンジャー開発の五神拳銃の固有名称。スペル違いのデリンジャーはこれに習った小型拳銃を意味する普通名詞となった。デリンジャーと呼ばれる拳銃はいくつかあるが、いずれも大きさは人間の手のひら程度であり、非常に小型のものである。法的。 もしくは業界的に明確な定義があるわけではないが、そのように呼ばれる条件としてはがある。この種の有効射程距離が極端に短い代わりに重心が短く超小型で秘匿傾向に適した拳銃というものは、拳銃というものが誕生してからすぐに製作され、御信用や暗記として用いられてきた。これらの銃は特に女性が御信用に持つ例が多かったことから、 女性用の防寒手袋に隠せるという意味でマフピストルという通称があった。デリンジャーの直接の由来となったのはリンカーン大統領暗殺事件に使われたことが有名なヘンリー・デリンジャーが制作したもので44口径の小型パーカッション式単発銃である。製作者のデリンジャーまたはメーカーの所在地からフィラデルフィア・デリンジャーとも呼ばれるようになり以後 デリンジャーという名前は小型拳銃の代名詞となった。ただし、後発のレミントン社などは開発者、ヘンリー・デリンジャーや彼の遺族との商標剣葬儀を避けるべく本家特別するためにこの銃の名称の綴りには R の字が2つ使われている。上述のフィラデルフィア・デリンジャーと並んで有名であり、デリンジャーの代名詞であるレミントンダブル・デリンジャーのように、 重心数は1もしくは2本が標準。中には多連の重心を持つ拳銃もあるが、こちらはペッパーボックスピストルに分類される。また、サイズがやや大きいが、アメリカ軍が第二次世界大戦時に生産して配布した簡易拳銃 FP-45 リベレーターもデリンジャーの一種であると言える。また式拳銃の多くはバレル本の単発式だが、 本家、フィラデルフィア・デリンジャー以外は、小型銃でも、デリンジャーと呼称されることは、まずない。レミントン・デリンジャーは、1860年から生産されている41口径仕様の上下2連の中折れ式、シングルアクション拳銃である。髪型を視点にしてバレルが開放され、発砲は撃発機構のラチェットによって、自動的に上下いずれかの順から発射されるので、 三段銃のように相談を意図的に打ち分けることはできない。片方にしか装填していないと初段、または二発目が出なかったりする。その中でも1866年に登場したモデル 95W デリンジャーが商業的に最も成功したと言われている。銃としてはシンプルな機構のために故障が極端に少ない上、小型で持ち運びがしやすく。 独特のデザインも好評だったことから、現在まで人気の高いモデルである。それゆえ、元祖、コンシールドガンとも言われる。現在でも、レプリカや構造をコピーした製品が多数製造されており、それらの使用弾薬は22ショートから44マグナムまでと雑多である。強力な弾薬を使用する場合は、重心な径を課題にし、ごく短い重心と相まって、 弾丸をほとんど加速しないことにより、反動をごく小さいものにしているが、当然、弾丸のエネルギーもごく小さいものになっている。重心が極端に短いため、実際に使用する際には相手に押し付けるようにして、射撃することが多かったとされる。レミントン・デ・リンジャーは、賭博人の護身用として多用されたので、ギャンブラーズガンとも呼ばれ、西部劇に数多く登場したため、 西部劇の影の主役とまで言われるほか、日本でもモデルガンが発売されるなど、有名になった。コルトシングルデリンジャー。ノー1モデルの3モデル1870年に、コルトファイアーアームズが発売したデリンジャー。用心鉄はなく、銃波は、バーズヘッド。シングルアクション、シングルバレルの単発式でナンバーワンからナンバー3までのシリーズがあるが、多少デザイン的に変化があるだけで、 性能的には、ほぼ同一。標準弾薬は、41章と実縫だが、44リムファイアほか、隠し口径がある。装填は引き金をハーフコックにし、ラッチを外して、重心前方を支点にバレルを左右へ開く。独特の形式で、単発式だけあって、レミントンダブルデリンジャーよりも小型軽量なのが特徴である。 元々は、コルト社の製品ではなく、自社のラインナップを拡大する際に独自設計では、コストと時間が見合わないと判断して、ニューヨークの銃器会社、ナショナルアームズ社からパテントと製造権を買い取って販売した銃である。実際、o 1と o 2は、ナショナルアームズ社の製品そのものであり、コルト社の設計になるのは、o 3からになる。 量産は1912年で終了したが、その後、コルト社では記念モデルなどとして、復刻生産もされ、パテント切れからコルト社以外のレプリカモデルも多い。1962年にハイスタンダード社より発売された D-100 及び D-101 ポケットピストルの通称、上下2連の中折れ式なのは、レミントン社の製品と同様であるが、 重心部を開く視点が、重心の下方にある下開き式であること、動作がダブルアクションのみである点が特徴である。22口径ながら、火薬を増量した。22ロングライフル弾を発射でき、後には、22マグナム弾仕様の DA。生産は1967年に終了したが、1990年代からは、アメリカンデリンジャー社によってほぼ同じものが、 DA-22 でリンジャースタンダードとして製造・販売されており、ハイスタンダード射製のオリジナルモデルと合わせて21世紀に、同銃には安全装置がないため、引き金を重くすることで暴発を防いでいる。その形状から、人差し指で重心を支え、中指で引き金を引くという独特の射撃方法を行う。しかし、この銃のトリガープルは1 0ラム以上と言われており、 非力なものは引き金を引くことすらできないという、ある意味において厄介なものである。感覚としては1 0ラムのハンドグリッパーを握るのと同じ。なお、本銃の設計をそのまま流用し、使用弾薬を38スペシャル弾として拡大再設計された DA38 も製造されている。デリンジャーは、その小ささから推理小説をはじめ、 物語のキーとして登場することが多い。特に指名のない限り、ここに登場す、犯行に使用された、重心長2インチ半モデルは、特に、リンカーンマーダーピストルと呼ばれた。ピストルと銃の図鑑49ページ。ABCD ヒーローズがバトルヒーローたちの名銃ベスト100。ピストルと銃の図鑑49ページ。ありがとうございます。